はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムナです。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編極上、こちらのフロア4、最終フロアですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ムダディオですね、 SHIT、点数ファイアーボーンをつけています。続いてシゲチですね、産物波紋の宙壁コンをつけています。そして、Q のジョータローです。ジョースケですね、先導をやらせてスキルゲージ回復をつけています。スタンバイは警長ですね、喧嘩ハイアイをつけています。スタンバイは誰でもいいっていう感じですね。はい、フレンドジョセフですね、馬ですね、因縁ありますね。では参ります。さあ、最終フロアです。極上の最終フロア、頑張っていきましょう。いきなりディメンション産物が乗ったので、ディメンション終わりです。これだけいるのでちょっと怖いので、シースで倒しておきましょう。次はディメンション、そして4ラウンド、3ラウンドですね、3ラウンド、ちょっと動くのも面倒なので CS にしましょう。ダービーに当たっていないです。倒せました。自爆をかなり食らっております。ここも迷わずにディメンションです。さあ最終ですね、最終フロアです。フロアじゃない、最終ラウンドです。ここも、CS を使っていきましょう。ナイフがいるので、ナイフじゃないですね、リパーがいるので、ちょっと怖いのでリパーは避けていきましょう。何も死ぬことはねえぞで待っております。大丈夫ですね、産物が乗りました。そしてディメンション終わりです。ここまでね、釣る必要なかったですね。やっぱりディメンションで大丈夫だったですね。はい、極上の方は無事クリアすることができました。ありがとうございます。続いてはですね、究極の方もクリアしていこうと思います。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。